シルバーカラーの E3 系翼が復活しました。JR 東日本は、今日11日、旧塗装であるシルバーカラーに復刻した E3 系 L65 編成の営業運転を開始しました。山形新幹線 E3 系は、1999年に1000番台、2008年に2000番台が導入されました。東北新幹線と山形新幹線で活躍しており、今月下旬より試運転が始まる、新型車両 E8 系の導入により順次置き換えられます。デビュー当時は、銀の車体に緑のラインが入った塗装となっていました。その後、2014年より、県庁おしどりをイメージした紫などの塗装に順次変更されています。このため、シルバーカラーの E3 系は、2016年10月をもって消滅しました。そして、今回、懐かしのシルバーカラー翼が復刻することとなりました。山形新幹線のさらなる魅力向上とプロモーションのため、E3 系2000番台 L65 編成に旧塗装が施されています。山形新幹線 E3 系デビュー当時の塗装が約6年半ぶりに復活したこととなります。そして、今日11日の翼138号東京行きとして営業運転を開始しました。始発駅となる山形駅では記念セレモニーが開催されました。リバイバルカラー車両は当面の間運転される予定で、運用については未定です。これで2月11日の KAB ニュースを終わります。